皆さんこんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみこです。今日は、誰でも手軽にできますわら納豆を紹介いたします。どうぞご覧ください。今回は2種類の方法でやってみたいと思います。こちらはわらずとって言いまして、ここを広げて、納豆を入れる容器みたいなものです。でこちらはこのように綺麗にカットして切ってありますけども、この2つの方法で作りたいと思います。納豆を入れる容器は、このような私は一番小さな発泡スチロールを使っております。こんなに作る必要もないので、このような、器でもいいですし、このようなタッパーを準備してくだされば、どんな器でも納豆はできます。稲わらですけれども、ゴミとか飛び出した余分な葉っぱとか、きれいに指でこうさっとこそげながら、このようなすっきりした、形にします。こちらの方は使いません。この辺あたりを使います。この大豆は中千成といって県内産の大豆です。洗うときは何回も何回も水を替えて、そして水に浸してください。結構汚れていますので。1キロの大豆ですけれども、約4倍に水を入れまして、一晩経ったものがこの状態です。これから、圧力鍋で煮詰めていきます。圧力鍋に入れました。スイッチをオンにして、合図があるまで待ちたいと思います。大豆が茹で上がるまでその時間を利用して、こちらの鍋では先ほどの藁を熱湯消毒します。このように、ぐつ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 煮えてますけれども、納豆菌はこれだけ煮沸しても菌は死なないそうです。圧力鍋の大豆が茹で上がりました。これをザルにあけます。茹で上げた大豆です。そしてザルに今取りました。残ったこの茹で汁ですけども、すごい味の深いスープになっておりますので、別のお料理に使われるととってもまろやかな味になりますので捨てないでください。それではこちらの方をこれから容器に移しまして、発酵させる状態にしていきたいと思います。ここに、これから豆を入れてきます。このような状態にしまして、軽く蓋をしまして、私はこれからこれをおこたつの中に入れます。このように今おこたつに入れました。納豆菌はおよそ40度くらいが一番発酵しやすい心地よい温度だそうです。豆は茹でる場合もこのようにしっかり潰れるくらいにしてください。先ほどのわらずとですけれども、このように開いて豆をいっぱいに入れます。少し形を作るためにお茶碗を私挟んでおきました。この方法は私は今回初めて作ります。こんな感じでこれからこたつの中に入れたいと思います。こんな風に簡単に藁さえ入っていれば発酵しますので、あまり気にすることなく作ってみてください。タッパーで作る場合もこのようにちょっと下に藁を引きましたら、どんどんお豆を乗せていって作れば何ともないです。藁さえ入っていれば発酵してきます。ただ40度くらいを守ってください。こたつの中でこれから24時間発酵させます。24時間経ちましたので、箱を覗いてみました。で、こたつから出しました。見事に藁の納豆菌がびっしりとついて美味しそうです。もうこの頃になりますと、もう藁と納豆の香りがプンプンとしてきます。こちらの箱の方も覗いてみました。もう平均してびっしりと隅から隅まで粘りのありそうな納豆になっております。試しにね、たくさんは作れないっていう方で、残ったその大豆で私こんな小さなね
バッグの中にもこうやってバラを少し入れて作ってみましたら、もうびっしりとこのバッグの中でも繁殖しますし、このようにね、こういう器の中、ほんのちょっと丸めた稲わらが入ってるだけでも、もう真っ白につきますので、ほとんど失敗するということはありません。24時間しっかり発酵した納豆は、もう24時間、今度は、冷たい場所に保管します。小さな器なら冷蔵庫の中でいいですけれども、大きなものになりますと、廊下とか涼しいところに置いてください。そして発酵を止めます。その間またさらに熟成しまして、うまみが増します。もし、食べきれないような場合は、このようなパックなどに入れまして、サランラップ、蓋をしてサランラップをしっかりしますと、冷凍保存ができます。早速納豆の粘りを見てみたいと思います。いかがでしょうか。はい、こんなに長い糸を引きます。お分かりでしょうか。やはり、市販の納豆にはない藁独特の風味を持った香り豊かな味を楽しめます。ぜひとも皆様作られてみてください。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。